カメラマンの横山です。お疲れ様です。写真を撮るときに三脚に乗せて撮ることもあるんじゃないかなと思うんですけども、例えばこれは縦位置にしたときに三脚のバランスが不安定になっちゃうってことがあるんじゃないかなと思います。で、そのために今回はこちら L 型ブラケットね、L 型ブラケットとか L 型プレートって言われてるやつですね。こちらを購入したので、そちらをちょっとご紹介したいかなと思います。はい。で、この L 型ブラケットを使うには、雲台がアルカスイスの雲台ね、アルカスイス規格の雲台であることが条件になってきますね。はい。で、こちらが雲台についてる標準の汎用プレートになりますね。こちらで、こちらを通常はこのカメラにこうくっつけて、はい、まあこんな感じですね。はい、こんな感じでカメラにくっつけて、これを三脚の雲台にセットして、こういうふうに、はい、使っていくと思います。で、横位置だとね、まあこれでも十分バランス取れてていいんですけども、これを縦位置で撮影しようとすると、自由雲台ってこんな感じになりますよね。横に、はい、こんな感じで三脚の中心、軸の中心からカメラが横に出ちゃいますよね。で、こうするとなんかブレの原因になったり、まあ、あと重いレンズで長時間録音したりすると、だんだんね、時間が経つにつれてゆっくりこうレンズが下がってきちゃうなってこともなんかあるんじゃないかなと思いますよね。はい、そこでこの L 型プレートを使って縦位置でも横位置でもちゃんと固定して撮ろうというのをちょっとやってみたいかなと思いますね。はい。で、実はこの L 型プレート、まあ、ここに XT3 って書いてあるんですけど、カメラに合わせた専用設計になってます。こちらを、まあ、カメラにこうセットするとぴったりこのカメラの形に合わせてはまるようになってますね。今回使ってるカメラが XT3、 富士の XT3 なんで、それ用の L 型ブラケットを購入しました。はい。ボディに、ぴったり合わせたら、ここに三脚穴がついてますので、ネジをね、三脚穴にこの六角レンチで入れていきます。はい。そうすると、まあ、こんな感じでつきましたよね、 L 型プレートが。で、ちょっと見た目がね、まあ、これ好みあるかな、好き嫌いあるかなと思うんですけども、まあ、実用的に縦位置を取ろうと思ったら、まあ、こんな形のやつもいいんじゃないかなと思いますよね。この L 型ブラケットなんですけども、下にここに溝が切ってありますよね。はい。で、これがこのアルカスイースの、プレートと同じ規格で、ここに溝が切ってあります。ね、これね。はい。で、まず横位置で撮影するときは、もうこれをこのままガシッと、こう、雲台にはめて固定すれば、はい、こんな感じで、まあ、横位置はね、普通に撮れます。で、縦位置、まあ、通常のこっちのブラケットじゃないな、プレートだと、こういう風になっちゃうんですけど、これだとやっぱバランスが悪いということで、L 型ブラケットを使うときには、はい、こっちの L のもう片方の辺にも、ここに、はい、ね、レールがついてます。ですので、ここを、今度は、雲台につけますよ、ということで、縦位置でも軸がね、三脚の中心に来るので、ブレにくくなりますよ、っていうことになります。はい、こんな感じで使うと、まあ、ブレ対策になるかなと思います。今回、XT3 用の、これはね、Amazon でね、2000円ぐらいで買ったやつなんですけども、まあ、割とそこそこフィットして、なんか手触りとかはやっぱ高いやつに比べるとね、あんま良くないんですけども、まあ、実用的には全然十分使えるかなと思いますよね。で、他のカメラに対応した、それ専用の L 型ブラケットっていうのも多分あると思いますので、使ってるカメラのね、L 型ブラケットを探していただければなと思います。で、やっぱこういうところにね、アルカスイスの雲台の汎用性の高さっていうのが出てくるかなと思います。で、基本的になんか物撮りなんかはあんまり自由雲台ね、水平垂直出しにくいので使ってないんですけど、例えばロケ行く時とか、そういう時にはこの自由雲台ね、結構いいんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、これ L 型ブラケット興味のある方は使ってみていただければなと思います。はい、以上、カメラマンの横山でした。ご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録と
グッドボタンの方もぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまた。